キンプリ元メンバー、平野市用神宮寺ゆうた新たな一歩を踏み出すアースとべとの契約が期待される中、ファンは5人で再出発に期待。ジャニーズ事務所を退所した元キングプリンス以下、キンプリの平野紫耀と神宮寺ゆうたが、ジャニーズ事務所前副社長滝沢秀明氏のアーティストプロデュース会社、とべ、トゥービーとの契約が噂されている。 この報道により、ファンたちは興奮と期待の声を上げており、新たな舞台での活動が待ち遠しい様子だ。一方で、5月にキンプリが解散し、岸優太がジャニーズ事務所に残留する中、平野と人流児の未来にはどのような展開が待っているのか。今回の報道が示唆する未来とはキンプリの動向。2022年5月22日。 ンプリのメンバーである平野耀と神宮寺雄太がジャニーズ事務所を退所した。このタイミングでグループは事実上の解散となり、岸優太はジャニーズ事務所に残留し、主演映画のプロモーションなどに取り組んでいる。一方で平野と神宮寺は退場後、表舞台から一定の期間遠ざかっていた。とべとの契約報道。 6月18日、ニュースサイト、週刊女性プライムが、平野潮と神宮寺裕太が滝沢秀明氏が新設したアーティストプロデュース会社、トベとエージェント契約を結ぶことが決まったと報じた。記事によれば、二人は5ケラ6月に何度もトベとの打ち合わせを行い、今月上旬に契約がまとまったとのこと。また、7月に正式な発表がある見込みであり、 平野が立ち上げた個人事務所に神宮寺も所属する形になる可能性があるとされている。エージェント契約とは一般的なエージェント契約は、タレントが自身のマネジメントを行いながら、仕事の取り決めを事務所に委ねる仕組みである。これにより、タレントは活動の自由度が増し、新たな挑戦が可能となる。 このエージェント契約の導入は、吉本興業が2019年に起きた闇営業騒動を受けて一部タレントが採用したことで注目された。また、ジャニーズ事務所も2021年11月にエージェント契約を導入しており、これが平野や神流寺にとって新たなスタートの可能性を広げている。ファンの期待と反応。 報道を受けて、ネット上では平野と神宮寺のファンから大きな期待の声が上がっている。鳥肌立ったし嬉しくて泣いた。く君と神宮寺君に会える日が近いかもしれない。この記事は信じたい、といった感謝のコメントや、最終的に5人で再出発が最高のシナリオ、潮君たちと合流する約束をしているからこそ、連回は2人で頑張れているって思いたい。 といった5人全員が再び一緒に活動する未来に対する熱い期待が寄せられている。未来の展望。もし、平野と神宮寺が戸部とのエージェント契約を果たすならば、彼らの新たな舞台での活動が期待される。ジャニーズ事務所を離れたことで、彼らは自らの道を切り開くことができるようになり、ファンは彼らの新たな一歩に胸を躍らせている。 また、報道には7月に正式な発表がある見込みとされており、その際にはファンたちがますます興奮することだろう。平野市洋と神宮寺勇太の戸部との契約報道により、金プリファンは新たな展開に期待を寄せている。エージェント契約の導入により、彼らは自らの道を切り開き、ファンは5人全員での再出発を夢見ている。 7月の正式な発表を待ちながら、彼らの未来に期待と興奮が募る中、新たな扉が開かれることになるだろう。